栄えある我が大日本帝国海軍は、去る8月9日、ソロモン諸島沖にて敵輸送船団護衛艦隊を野戦にて撃滅せしめ、大日本帝国海軍の意向を示す大戦果を。1942年、東京、夏。ラジオからは、遠く海の向こうで繰り広げられている戦争の報が連日もたらされ、連戦連勝の日本軍の活躍をたたえている。おお、ゆうちゃん、今日も精が出るな。あ、はい。こう毎日毎日暑いと気がめいっちゃうよな。そうですね。隣の家の勝蔵さんとそんな世間話をしながら、僕は彼の汚れてボロボロになったシャツに目を向けた。初めて会った時と比べて心なしかやつれているようにも見える。いつも真っ白なシャツを着て弾けるような笑顔を見せてくれていた勝蔵さんをふと懐かしく思う。僕は自らの春巡を彼に悟らせまいと、店先の植物に水をやり、突き刺すような日光に目を細めながら店の看板の方に目を背けた。ああ、そうそう、ゆうちゃん、もしよかったら今度うちの娘の勉強を見てあげてくれねえか。学校の勉強になかなかついていけねえみてえで。ええ、もちろん。すまねえな。洋蔵がいてくれりゃ、ゆうちゃんにこんなこと頼まなくても済むんだが。勝蔵さんの表情に薄く影がかかる。僕は立派な制服に身を包み、娘さんと楽しそうに遊んでいた洋蔵くんの姿を思い出した。海軍の士官だった洋蔵くんは勝蔵さんの自慢の息子で、半年ほど前の一時帰宅の際、空母加賀の配属になったと誇らしげに語ってくれた。再び上官してからは音信不通の状態が続いているという。面倒ごと頼んじまって悪いな。じゃあまたな、ゆうちゃん。はい。日中戦争以来、政府により国民精神総動員運動が推進され、食料や物資、資金が優先的に軍事に回されるようになると、人々の生活は貧しさに耐えることを余儀なくされた。勝利を歌う大本営発表とは裏腹に、人々の生活は悪化の一途をたどり、その心も疲弊していった。戦に勝った勝ったでちっともいい世の中になりはしないじゃないか。国語教師として教鞭を取っていた僕は、行き過ぎた軍国主義教育に疑問を覚え、3ヶ月前にその職を辞した。そして今は町の片隅で祖父から引き継いだ小さな古本屋を営んでいる。中川古書店。書籍好きだった祖父が起こしたこの小さな古書店は、町の人たちにとても愛されていたという。新しいもの好きな父が継ぐことはなかったが、店主を亡くした後もこの古書店は町の人たちによって守られ続け、孫の僕が継ぐことをたくさんの人が喜んでくれた。名字を冠しただけの店名に、今時古臭いだけのモダンだのと言われていたが、少なくとも僕は厳格だった祖父の真面目さが店名から伝わってくるようで、それなりに気に入っていた。さて、古書整理でもするかな。
世捨て人を気取るわけではないが、僕はこの古書店で町の人たちと共にささやかな幸せを守りながら静かに暮らしていくのだろう。世の中がどう変わろうとも、変わらないものはきっとある。ごめんください。いらっしゃいませ。1943年東京夏、日本に戦争の暗い足音が聞こえ始めたこのゆだるような暑い日に、僕は運命的な青年と出会うことになる。本日は黄昏古書堂にお越しいただき誠にありがとうございます。こんばんは、黄昏古書堂の店主笠間純でございます。いやーこんな気持ちなんですね。いや本当素晴らしい、もうオープニングを飾らせていただき、皆さんもありがとうございます。コメントをありがとう。はい、というわけでですね、冒頭にお届けしたのは店主のおすすめ古書のコーナーでございます。このコーナーではさまざまなお話の朗読をお届けしております。こちらオリジナル脚本となっております。今回は人もし時という作品を朗読させていただきました。ちなみになぜ人もし時なのかっていうと、あの人もし時って漢字で書くとですね、火に、明かりを灯すの灯しに、刻々と時が過ぎるの刻で人もし時ですね。これ実は、黄昏古書堂の お店の由来となっている黄昏の別の言い方なんですね、人もし時っていうのが。はい、なので、この3周年を飾る、そしてもう本当に僕の大好きで、もう本当に尊敬している、ね、あの先輩と一緒に、朗読させていただくっていうことにおいて、これ以上の題名はないなということで、はい、人もし時ということでお届けさせていただきました。はい、こちら黄昏古書堂前半30分は誰でもご覧になれ、後半30分はチャンネル会員限定となっております。今回はいつもと違い、前半パートと後半パートで番組ページが異なりますのでご注意ください。でいいんですよね。いいです。はい、会員限定パートではオープニングに引き続き店主のおすすめ古書のコーナーがあります。これだからね、先ほど朗読させていただいた物語の続きの物語になります。結構ね長めになると思いますので、おそらくっていうか確実に後半パートを押します。なのでよろしくお願いいたします。会員限定パートではオープニング、あ、ごめんなさい。そして今回杉田さんがゲストということで、僕ら2人が好きなとある作品の登場キャラに関してさまざまな観点から語り合う愛のあふれたコーナーをお届けさせていただきたいと思います。こちら、我が構成作家がもう珠玉のコーナーとなっておりますのでどうぞよろしくお願いします。何これ言っちゃったらもうバレちゃうじゃん。そうですね、やめましょう。はい、いつもの店員清水の一言を言っちゃうと、これ何に対して語り合うのかがバレちゃいますので、はい、これはちょっと伏せておきましょう。ということで、また今はこうしてラジオ形式でお届けしておりますが、会員限定パートでは映像付きでお届けいたします。皆さんぜひとも会員登録よろしくお願いいたします。それではゲストさんにも出ていただきたいのでね、黄昏古書堂開店いたします。それではご紹介いたします。本日のゲスト、杉田智和さんです。こんばんは、杉田です。よろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします。なんか絶対まずいこと言うと思ったでしょ。いやちょっと思いました。後半パートで話すことのネタバレなんかしないからな。あ、わかりました、わかりました、うん、なるほどなるほど。ここはちょっとね、キャラクターのセリフ書いてあるんだからさね、ダメよそれ。ちょっと僕もね、これはさすがに読めないなと、うん、ね、これはだってあの、はい、あのね、はい、
界のキャラクターが言った言葉だな、これね。ダメ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 、うん、はい、というわけで杉田さんありがとうございます。はい、ようこそ黄昏御書堂へ。はい、古本屋さんは主に新小物の成人向け雑誌を買いに行くイメージなんだけど、ちょっとちょっと、まあなんとなくイメージはありますけど。そうだね、はい、そう、まあおそらくそういう在庫もそうこのお店にはあるかもしれない。お店の人と仲良くなるとね、教えてくれるんだよどうしようかな。池袋の太陽書店でさ、あと太陽書店、それ太陽書店だった、うーっとこうやって入るとこ、はい、いいの入ってますよ本当にそれが新古本なんですか。本当に、なんかやっぱりなんか今日いいの入ってるよ、なんかその自分の好みとかも分かってくれてるんですか、それ。だからね、あの正規価格だとちょっとどうかなっていうようなものも、はい、あー、まあ、なるほど、ね、トライするっていう言葉が僕の中にあってちょっと今日これトライしてみようかな。はいはいはい、正規価格だとちょっと自分の好みとかと外れてるから、もし外れた場合、外れだったら嫌だから最悪の事態になるんだ。ああ、なるほどなるほど、そう、お試しができる価格になってるってことなんですね。そうそうそう、なるほどです、ね、ちょっとトライしてみようかなはい、というわけで、ちょっと僕もトライしてみます。お二人がお会いするのはいつぶりですかというのがあるんですけど、いつぶりでしたっけ。そうだね、いつぐらいだ、アニゲラのゲスト2回目来てもらってからか。そうですよね、他の現場でさ、あの共演はするけど、はい、収録時間が違うと会えなかったりとかするからですね。もうやっぱ今のこのご時世なんで、うん、でそれをこじらせすぎて、あのある日急に風間くんから会いたいって来て恥ずかしいな。いや、それ僕、うん、僕その LINE を杉田さんにお送りした後に、多分その翌日か翌々日ぐらいが杉田さんのアジルスチャンネルだったんですよ。そうだよね、でアジルスチャンネルのオープニングで言ってるって思って、いきなり来たから俺なんだ抱かれんのかなって思ってそうそうまさにそういうことを言おっしゃってました。なんかびっくりだな、おいちょっとどうすんだよってそう、確かにね、僕ね送りました杉田さんの LINE で、うん、杉田さん、うん、会いたいですって送りましたね、うん、このご時世だからちょっと考えようぜ、はい、それよ結局話は流れたんだ確かに、うん、そうそう、でその翌日ぐらいにアジルスチャンネルでバラされてるって、そうそう、はぁーと思って、やばバラされちゃったとか思って、いやそうなんですよね。なのでまあ本当、まあこういう情勢だからなかなかご一緒することは、うん、そうなんだよね、なんかこう前々から言ってたじゃない、あの猫ちゃん会わせてくれよって、はい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 、あの他の人とかってなんか懐いたりすんの。あのうちの子って、うん、あの自分の飼い主以外ダメ的なやつじゃないんですよ。なんか多分心根がおそらく優しいんでしょうけど、うん、いろんな人にちゃんと、うん、あの愛想を振りまきますいいじゃない。でも多分こう心の底では信じてないんだろうなっていう雰囲気がありますね。猫だな。だからなんか、なんかこう愛想よくしてても顔は僕の方に向いてるとか、なんか、なんかお尻を向けてそっぽ向いてて、でなんかこうそっちの方向でなんか来ていただいた友達とかにわーってやってても耳は僕の方を向いてるとか、割とねそういうパターンが多いんで、なんか愛想はよくするけどなんかもう心は許してないみたいな雰囲気がだいぶありますね。猫のいいとこだ。はい、で初めあこれ僕ちょっとお聞きしてみたいんですよ。なんだい、初めて会った時、うん、お互いの第一印象はってあるんですけど、あガヤで入ってたなんかのマジカップかなんかの現場だと思うけど、はい、なんか一人なんかできる若いやつがいるなと思って、嬉しい、ちょっと年代が上な印象だったから、はいはいはい、うん、なんかこう大人っぽい役をこの年代でできるっていいなって、部下に欲しい声だなって。なるほど、うん、こんなん竹内涼太くんいるやだなと思ってね。ああ竹内涼太さんですね、はい、部下にいてほしい声って有能な声がするんだよ、ね、ああなるほど。と竹内くんの方がもうちょっとなんかこう屈強な感じで、ね、まあそうですよね、竹内さんそうですもんね。そう、笠間くんの方がもうちょっとなんかこうメガネが似合う感じでこれ、ね、ああ医者っぽい感じでした。それは君のサイド M の役だろ分かってんだよ。いやだってね、ポップマスとかだとほら、はい、女の子たちに混ざって笠間くん出なきゃいけないからさ。いやそうですよね、確かにあれすごかったぞ。いやちょっとほんとちょうど、うん、この間もイベントで見たビリビリっていうイベントで、うん、見たいやもうあれは、うん、本当にあの、まあ、僕ってやっぱり、うん、そのいわゆる
女の女性の役者さんがたくさんいて、うん、男性一人みたいな作品ってあるじゃないですか。あるね。そういうのに入れる僕は声質じゃないので、まあ大人っぽいかな。なので初めて経験しました。あの周りに本当にこうきらびやかな女性声優さんたちがいる中で、37のアラフォーの男がこう一人佇んでいるっていう、もうきつすぎましたね、あれは本当に。松岡君とかっていつもこんな思いしてんだな。本当本当思いましたね。でコメントとかでさ、左が一番可愛いって言って笠間君が煽られるわけだよ。冗談じゃないよ本当に。いや本当に本当に君たち良くないぞ本当に。シャニマス声優一覧って出て、左上が一番可愛いって津田健さんなの。確かに社長役が可愛いですよね。可愛いけどね、可愛いけど津田健さん。いやでも本当ね、やめようなっていうね。えなんかこうでもまあ結局本当まあ蓋を開ければっていうか、うん、まあ、あの全部終わらせていただいた感じだと、やっぱ本当にこうアイドルマスターシリーズのなんかこう名のもとに集った、ね、あの本当こう男女っていう垣根を越えた仲間たちっていう感じでやれたので、すごく僕自身にとってこれからまあアイマスっていうコンテンツをやっていく上でもすごく身になる現場だったなっていうふうに思うので、本当ありがたいなって。では見ていただいてたんですか。見た。ありがとうございます。見た、うん、そうなんですね。それであの風間くんの印象なんだけど、それで部下に欲しい声って思って何か、はい、あと執念を感じて、なるほど、何かこうこだわりみたいなものに対して強い意志を感じたから、はい、そういう役は やってほしいなって言って、ええ、あの当時あのゲームコドダマンで、はい、キャラ作った時にクーロン先生の声ってどんな声だろうってなった時に、はい、風間くんみたいな声だなと思って。いや風間くんの印象ってこれ前々から思ってたんだけど、はい、風間くんってさすごいなんかあの結婚願望みたいな強くない？あ、僕ですか、うん、僕は強いですよ。だよな、はい、うん、やたらそれを言ってたから、はい、だからあえてモテモテなんだけどその気持ちに気づかないみたいな役をやったら絶対面白いに決まってるって言ってだから先生、いやそう、もうそのクーロン先生のそのエピソード大好きですもん。だってそう、うんうん、そうだからあり余る命をこう持て余していて、はい、で好きだったね嫁はもうあの世に行っちゃったから、そうですね、その後を追おうとしてるんじゃないかって言って、うん、自分のこと好きな女の子が必死に止めるっていう、うんうん、でそんな気はないって言って、うんうんうん、で初めて名前も呼んでくれてって、あのシナリオボツになったんだよな。そうだったんですか。いやいや、あの原案だけ書いたんだけど、はいはい、ボツは、うん、いや懐かしいな。あれは本当にあの僕も一番演じたいし、うん、僕としてなんかこう一番僕の心根と僕のこのパーソナリティが自然に乗る役だなってすごく思ってたんで、一番聞きたかったセリフをちゃんと技にね、生きろ私が守るってやつがね、最高です。あれは言ってほしかった、あのいい声でと思ったら、よしこれだこれだってなって、いやでもよかった、これだこれだね。クーロン先生もう爆モテだけど全然そこそう気づかないに生きてないんですよね。松田姉妹のやってるサキバス姉妹も、はい、引き連れちゃうっていう、そうですよね、モテモテだからっていう、確かにな。その直前でいいな行くぞって言って、初めて名前呼んでくれたと思ったらお前たちもだって言ってなんかみんなにこう平等で、だけどみんなに平等に愛があるからこそ本当の愛はないっていうことなんですよね。いやーっていうかもうこういう話もめちゃめちゃ聞けるのめっちゃありがたいんですけど、ありがとうございます、というわけで、こちらコーナーお届けいたしますよ。お便りは小説よりもきなり。このコーナーはいわゆるふつおたと呼ばれるコーナーです。それでは早速紹介していきましょう。はい、どうしようかな、これでいくかな。はい、はい、黄昏ネームシグさんからいただいております。シグさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ザフトのモビルスーツかな、それはそれはシグーだよ、シグー。店主の笠間さん、店員の皆様、ゲストの杉田さん、こんばんは。はい、杉田さんがゲストということで、朗読もトークもどのような展開になるのかワクワクしながら配信日を待っていました。もう今の時点でもう盛りだくさんですよ、盛りだくさんですよ。勝手な印象なのですが、杉田さんはツイッターにお料理の写真をアップしたり、笠間さんも島らっきょうをつけているお写真を上げていたりと、お二人とも食に対してかなりこだわりがあるのかなと思っています。そして、そこでお二人が最近食べたお互いにおすすめしたい食べ物はありますか。よろしければ教えていただきたいです。不安定なお天気が続き気がめいってしまう時期ですが、お体ご自愛くださいということで、うん、何かありますか。そうだね、料理する、まあ、もともとしてたんだけども、はい、あのまあ、2年ぐらい前からあのちょっとあの体と向き合わないとやばいなっ
いやそうですよね。いや僕いろんな数値を見たときに、はい、これまずくねえかってなって、えそんなにまずいですか。でもなんか見た感じだともう全然わかんない。肝臓も膵臓もあとね、逆流性食道炎疑惑と、あでも、うん、逆流性食道炎僕もあります。そうね、はい、1回かかるんだよねその、うんうんうん、疑惑って言って、はい、あと腸の検査した時に、はい、いつの間にかポリープ取られてて、へえそうなんですか。杉田さんあの新幹線とか飛行機乗るご予定ありますかって言われて、ないですって言ったら、うん、あの3つぐらい取ったんでって、3つぐらいって、ちょっと待ってくれよって言って、へさっき麻酔がちょっと溶けてきて、はい、あの目が覚めたのね、はいはいはい、自分の腸内が映っててこれは面白そうだって見たら見なくていいですって言われてせっかくだから見とけよかったと思って、あそれは下の方から入れるカメラでやっててそう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 っていうことですか、うん、へえ。じゃあ大腸系？そうそうそう、消気ガスみたいなの吸わされて、はいはい、寝ちゃうんだけど、うわなんか、うん、なんか悪いことされる前みたいなのがあれさ言うてそんな聞くだそれでも本当そんな感じだったんですか。喉に注射すんだよ、喉が注射って言って、いやそれ絶対何か改造される前じゃないですかそれ、やばい。すごいなんかあの美人の看護師さんだったんだけど、はいはい、なんかすごいいい加減な喋りだからこいつに命を託していいんだろうかってなるほど、アブスって打たれて、はい、消気ガス吸ってくださいって言って、そんな効くってあとねなんかちょっと気持ちよかったから本当ですか、定期的に吸いたいって言ったら怒られたよ。いやそれはダメでしょそれはダメだと思う、それは、うん、なんか そこ依存性にならないでくださいみたいな雰囲気だと思う。慣れちゃダメなやつです。いやガスなんですね。そう、へすごかったよ。でそれで食生活を、はい、結構自分でこう、あとはあの自粛生活もあるから、はい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 、あの、ね、外行っちゃやっぱダメだし、確かに、うん、スーパー行くのも命がけだから、うんうんうん、なので自分家でなるだけ作れるようにしようって。そうですよね。そうで料理しだしたんだけど、まあ料理したら面白かったってもちろんあるの、うんうん、最近はあのうどんを作って失敗して、うどんって失敗しないじゃん。うどんは失敗しないですよね。美味しくなかったんだよ何があったんですか。素材をこだわって、はいはい、今日はデラックスうどんだぞって言ったら素材同士が喧嘩し始めて、あ一個一個の主張が強いんだけど混ざらなかったのね。へえ、うん、魚介とか入れたんですか。ね、豚肉と油揚げと、はい、もう今のところ良さそう、うん、あとネギと、はい、あとニラと、あちょっと雲行き怪しいかも。先にあの豚肉をそのマキシマムっていうスパイスで、はい、あ僕も好きです、あのバーベキュースパイスで炒めて、あれですよね、リロ氏が使ってるやつですよね。そう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 、ですよね、あのツイッターでよく見る、はい、で、まあ、卵も2個使って、はい、でも具だくさんでめっちゃうまそうだなと思って、あれってで麺をね、はい、あの最近あのタンパク質がいっぱい取れるプロテインうどんっていうのが出てて、はあ、なんかちょっと癖がやっぱあるから、なるほど、なんか相性が良くなかったのかなと思って、最終的に知り合いのカレー屋のブラックっていうんだけども、ああ麺店のところですね、そうそう、はい、ブラックのレトルトカレーをぶち込んだらうまくなったあでも確かにニラとあのカレーはちょっと相性良さそう、ね、うん確かに、やっぱカレーってすげえわ。いやカレーすごいっすね。でその時使った油揚げはおすすめかな、なんか厚手で、はい、あの焼いてから食べるタイプっていう。あなるほど、油揚げってすげえなと思う。まあ要するに大豆で豆腐なんだけど、うん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 、そうそうそうですよね、やっぱ火を通すとね美味しいね。あだってなんか普通におつまみで作ってる人もいますもんね。そうそうそう、なんかね納豆入れて焼く人もいるし、うん確かに確かに。えプロテインうどんっていうのがあるんですか。そうだってうどんといえばね、だからもう糖質の塊みたいなもんじゃないですか。だって有名トレーナーの人が、はい、うどんやラーメンを悪く言うなっていう動画を上げて、ああなるほど、何かなと思ったら、はい、最近はそういう低糖質なものも出ていたり、これに至ってはそのタンパク質の含有量がとても高いと、はいはいはい、あと水溶性食物繊維って形でやっぱりそれはあの体にはいいから、なるほど、代謝が良くなってね、へえ、食物繊維でしかも水溶性だからいいっていう、そうそうそう、まあ、簡単に言うとクソのかさが増えるのね。あまあでもなんかデトックス的に良さそうな気が。そうそう、うん、でもち麦とかそういう水溶性食物繊維をいっぱい取る、はいはいはい、もち麦うどんっていうのが出たのよ、うんうんうん、マジかこれはちょっと導入するしかねえわと、はい、割と結構普通のうどんによって癖はあるから、あなるほど、そこまで気にならない人は気にならないかもしれないけど、うんうんうん、僕はやっぱ普通のやっぱりうどんってやっぱうめえんだなって思ったな。そうですよね、だからちょっとうまくねあれを工夫するために、あ、うん、あのエンドウ豆の成分でタンパク質の揚げたあの麺もあるんだけど、はいはい、パスタとかもね、はい、うん、あと全粒粉っていう形で、あなるほど、玄米みたいな感じで、やっぱりねちょっと癖が強いから、うん、トマトソースみたいな濃いソースが合いそうだなとか、あじゃないとね、うん、
そういうのではこだわってはいるかな。なるほどな、まあ、確かに本当、まあ、それこそあの杉田さんにおすすめしたいじゃないですけど、杉田さんおすすめのお店にこのコロナ禍の前とかは連れてっていただいてたじゃないですか、はい、そうだね、そうだからなんかこうそういう意味で僕もこう杉田さんにおすすめしたいものって何かあるかなって思いながらもうこのコロナ禍になっちゃったんで、はい、そうなんですよね。だから今おすすめしたいのは僕これいろんなところで言ってるんですけど、あの沖縄の調味料で高麗グースっていうのがあって、あの泡盛り、そうです、泡盛りに島唐辛子入れてるやつね、入れてるやつで美味しいよね、めちゃくちゃ美味しいんですよあれ。あのだからそれこそあのゴーヤチャンプルにかけたりとか、うん、あとはあの、まあ、そのさっきも出たように島らっきょうの、うん、生の島らっきょうに醤油と鰹節とその高麗グースかけて食べるみたいな、海ぶどうとか何でもかけるな、ね、まあ、ただらっきょうってめっちゃ糖質高いんですよ。そうなんだ、そう知らなかった。いやなんかあのニンニクとか、うん、らっきょうとかやっぱあの根菜でもう太陽の恵みをたくさん浴びて美味しくしてるんだ。そうもうあの土の中ですくすく育ってますよみたいなやつらじゃないですか。あ、そうなんだ、めっちゃ高いんですよ。知らなかった、うわ知らなかった。そうなんですよ、だからあんまり最近ね僕らっきょう大好きでそのらっきょう自分で漬けたりもするんですけど、うんうんうん、食べられてないんで非常に残念ですね。ああ、はい、まあ、なので、まあ、本当この状況がもう少し落ち着いたらぜひまた、いやいやもちろん、はい、もちろんこんなところ連れてっていただきたいななんて思っておりますけれども、うん、もうこれ読めないよね。もう一つぐらい読もうか。まあまあそうですね、もう一つぐらい読みましょうね。はい。あこれ、あじゃあこれちょっといきましょう。はい。黄昏ネーム笹島さんからです。はい。はい。笹島さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。黄昏古書堂店主笠間さん、店員の篠原さん、清水さん、小西さん、そしてゲストの杉田さん、こんばんは。はい、いつも楽しく拝見しております。黄昏古書ガールズ非公式アンソロジー、これですね、ウィーケン、そんなのあんの、主催の笹島と申します。さて4月の放送にてご紹介いただきましたこの企画について続報がございますのでご報告させてください。すごい、ウェブサイト上で公開いたしました本企画の作品を、あ今ね、今これ今うちの方でも笹島さんのアンソロジー在庫として揃えておりますので今ね杉田さんに見ていただいてます。何これ、これあの絵も出る、はい、一応ちょっと出した状態で読ませていただきますね。山田すみれちゃんなんでちょっとアヘ顔なの。ちなみにすみれっていうのはそこにいるあの店員清水が考えた自分の好みの女の子です。はい、ウェブサイト上で公開しました本企画の作品をすべて収録した記念ブックレットを制作いたしました。各作品の魅力を余すとこなく収めた一冊になっております。写真を添付いたしますのでぜひご覧ください。こちらですね。実はブックレットの制作にあたり笠間さんとご縁のある西村東社堂様に印刷製本をお願いしました。ありがとうございます。僕がお世話になっている高知の印刷所さんですね。依頼の際いろいろと相談したところ、多層故障それは協力しなければと心よりお援助いただきました。マジか、ありがとうございます東社堂さん。本当に何から何までご提案いただいて最終的にやりたいことをすべて実現することができました。特に注目していただきたいのは表紙の紙です。なんと今回のブックレットの表紙に使用した紙は新作の東社堂様オリジナル用紙を提供していただきました。すごいこれ。加工と相まってお菓子のパッケージのような可愛らしい雰囲気になったと思います。なお記念ブックレットは通販サイトにて、ここ重要よ、通販サイトにて優勝で、配ってると、うん、優勝で、まあ、販売しているということですね。今回はファンの一企画に寛大なご対応と応援をいただきありがとうございました。多層古書ガールズの生みの親である店主店員の皆様、視聴者の皆様、そしてもちろんご参加いただいた執筆者の皆様が楽しんでくださったのは本望ですということで、うん、いただいております。これ4人いるじゃないですか、うん、でこれ我がお店の店員スタッフたちは4人いるじゃないですか、うん、おのおの自分の好みの女の子を、あ自分の作ったんです。 TS とかじゃないんだ。理想の子ね。理想の子なんです。あ、はい、そっちか、うん、そうなんです。で、あのアプリね、カスタムキャストっていうアプリがあるじゃないですか、はいはい、あれで自分の好みのキャラクターを作って、どれが僕が作ったキャラクターでしょうかっていうのを当てるコーナーを昔やったんですよ。そうだったのね。そうで、それから本当、幸運なことにお客様の、これ配信見ていただいてるお客様の皆さんにすごくこう愛していただいて、野生のプロ多すぎじゃないの。そう
めちゃめちゃ今ね杉田さん読んでくださってます。ちょっと待って、やお前なんかやってんなこれ。そう、なんか噂によると本当にやってる人もいらっしゃるということなんで、さては、はい、お前やってんなこれ。なのでね、まあぜひぜひもしよろしければこちら杉田さんお持ち帰りいただいても結構ですので。俺は同人のプロだ。というわけで笹島さん本当にありがとうございました。杉田さんにもね見ていただけましたよ、ありがとうございました。というわけで、たくさんのお便りありがとうございました。番組への普通お便りはメールでお待ちしております。懸命にコーナータイトルを書いてお送りください。以上、お便りは小説よりもきなりのコーナーでした。今杉田さんがあまりの野良神たちの集いに若干お笑いになられておりました。いやだってこのテンションのままいきなりドラマに行くんだと思って。焦って誰も思っちゃったもん。あっという間に前半終了のお時間です。この後はタソコシチャンネル会員限定でお届けいたします。オープニングでお届けしたお話人もし時の続きをお届けする店主のおすすめ腰のコーナー、そして僕と杉田さんがお互いに好きなとある作品の登場キャラに関して様々な視点から語り合うコーナーをお届けいたします。またいつものようにこの黄昏御所堂の様子を映像付きでお届けいたします。黄昏御所堂には公式ツイッターがございますのでぜひともフォローお待ちしております。生営業になってる。なんかちょっとエッチじゃない、生営業。考えすぎだろ。ああそうですか。よせ。は月1回となっておりますが、それとは別に、生営業終了後に、終了後に収録した動揺してんじゃねえ天狗トーク動画をチャンネル会員の方限定で毎月お届けいたしております。また感想などは随時ハッシュタグツイッターハッシュタグタソコショにてお待ちいたしております。めちゃくちゃ見てます。ハッシュタグタソコショよろしくお願いします。そして次回の営業ですが8月12日木曜の21時からを予定しております。はい、というわけで杉田さん何か告知はございますでしょうか。告知、はい、ウマ娘プリティダービー、ただいまねブルーレイの方がコーナー2まで出てますけど、コーナー3とコーナー4もね予約が始まっているんで、はいはい、なんと買うとですね、はい、ゲーム内で使えるアイテムをもらいたいです。存じ上げてます。女神像500、500、はい、500? これはやるしかねえわ。コードを入れる際にはですねちょっとぜひはい、ブラウザ版の方をねインストールしていただいて、なるほどなるほど、そのでコードを入れてください。そういうことですね。あれ全部集めたら星さんの一人と交換できるやつが手に入るんでしたっけ。それがね特典、全館購入特典はある。そういうことですね、うん、いやあれは美味しいと思う。ただね俺が買った一巻にはねその剣がなんか入ってなかった。どういうことですか。俺美味しんぼのブルーレイボックスの時もやらかしたんだけど、はい、なんか入ってねえんだけどなっていう時にどこに行っていいか分かんないから、あーまあ確かにしゃねえな、もう俺のところに行かなかった剣は誰かのところに行くんだろうって。いやそれはちょっとね、なんかしゃあねえしゃあねえって。そしてなぜかブルーレイリンク貼るな貼るな。いやいや俺も杉田さんも関わってはないわ。公式では関わってないわ。熱いレースとね馬娘たちの人間模様って馬模様を見てね、熱くならないはずがない。そうだみんなよろしくな、みんなよろしくな。というわけで、僕からの告知はいつも通りツイッター見てねって感じです。それではここで姉妹店舗のご紹介をさせていただきます。ドン。はい、こちら杉田さんも驚愕していた八尾ちゃんの部屋、次回ゲスト佐々木希さんということすごいね本当にすごいね、はい、もうどの店舗も前半は誰でもご覧になれますのでぜひとも合わせてお楽しみください。それこそむしろさこの間小賀ちゃんの番組、はい、上田ひとみさん来てたんでしょ。あ上田ひとみさん来てました、はい、でしょ、はい、なんかやってたね、こうにとかって、はい、それピスピスじゃねえのかみたいな思うんだけど、なんかちょっと危なかったかな。まあそんな感じで、あれも前半パートは見られると。あ、前半パート。はい。なので今出ている番組はすべて前半パート誰でもご覧になれます。またはファルゾーニの YouTube チャンネルでは各番組の前半パートがまとめられておりますのでこちらもよろしくお願いいたします。というわけでそれでは数分お店の休憩を挟んでまた再開いたします。ここまでのお届けは黄昏御所堂の店主笠間淳と。
便所貸してくれって来たらそのまま出演が決まった通りすがりの杉田智和でした。そんなことはないです。というわけでありがとうございました。